うそ。ごきげんよう、奥山文也です。今日はアイサーガ解禁日でございます。2024年3月10日アイサーガ漁協にとっては歴史的な快挙でございます。なんとオニヤマゴの区間が今年からキャッチアンドリリースになりました。最後までごゆっくりご覧ください。アイサーガーの特徴は解禁日なのに、前日大量放流されたような魚が群栄していないということですね。ちなみに今私の視界の範囲には魚は一匹も見えません。多分深いところにいるんじゃないかと思いますが、魚がでかいのでボンボコボンボコ簡単には釣れないと思います。まあ、ただ釣れた時の1匹の満足度が非常に高いので皆さん来るんだと思いますね。それではですね、タックルの紹介をしておきます。リールはアンバサダー 2501C 左手巻きです。ロッドはですね、今回はカーボンのタックロッドを用意しました。でラインはですね、フロロカーボンの4ポンド約 0.8515 ぐらいですかを使って直結です。ルアーはまずド派手なカラーで行ってみたいので、トリコロールミノ流針、ちょっと重いやつね、これで行ってみたいなと思います。まもなく解禁です。ウグイスが鳴いております。春ですね。お、なりました。解禁でございます。じゃあ行きますよ。何にも持ってきません。1本目何にも持ってきません。何にも持ってきませんね。1頭目魚いるのでしょうか。はい、ダメですね。本当に解禁日なんでしょうか。よし、来た。来たよ、ついに。おお、引く。スーパーレインボー来ました。よっしゃー、やりました。ついにこれ居残り、スーパーレインボー。
あ、あのアマゴ追っかけてる。来た来た来た。きっと。アマゴ。オニアマゴではありません。オニアマゴではないですが、アマゴ取れました。チビアマゴ。取れました。ちっちゃ、見てこれ。こんなちっこい。はい。バイバイ。小林由美子さん、フライでヒットしております。明るくなってなんかフライへの反応が良くなったみたいですね。ういネット小さいね。でっかいものネットないのってでっかいはそうっす、でっかいの持ってくれた。はい、釣れました。ウェットフライね。ウェットです。ウェットフライですか。はい、おめでとうございます。はい、フライの高島さんもヒットしております。日が昇ってくると魚の活性が上がりますね。おお、いい感じで竿も曲がっております。最後ののしがすごいですね。フラフラっと上がってこないですね。はい、入りました。ちょっと俺にも一回やらせてくださいね。あいつがだから食うかどうか分かんないですよ。あ、早いね、吐くの。やっぱフライ釣れるね、ルアーより。0.85 はやっぱ強いね。ありがとうございます。おい、すいません。すいません。釣れますね。おお。小林さん、またヒットです。お、銀ピカですね。朝ね、ルアーでこれ釣るのにすげえ苦労したんだよ。フライ簡単にバンバンとかかるね。そうですね。こいつも見えた？見えてます。そこにいたやつ？ほい。50あんなこれ。ね、そうですね、まあまあ。オッケーオッケー。いやー、上手ですね。いや、ありがとうございます。さすがですね、奥山塾さん。いやいや、そうですね、ご指導のおかげ。っていう風にしといて。この釣り方でも覚えると面白いですよ。面白いです。はい。じゃあ逃がすシーンはいいか。はい。フライ見えてますね。下の流れに入らないですね。そのまま沈めて、おお、浮いてきた浮いてきた浮いてきた。うわ、めっちゃ反応いいっすね。うわうわ、あれでかい。うわ、でか。見破ってますね。今のは自然に流れてないからだと思う。おお、来ましたね今。おお、やめた。見破ってますね。
見破ってますね。そこニジマスとアマゴと4匹ぐらい水の中でなんかバーッと食ってたから、これ一投目勝負で行きましょう。あ、ライズしてる。そうです、食った、ナイス。すごいいいファイトしますね。はい、じゃあこっちへ寄せてください。あ、動かなくていいです、ここへ寄せてください。うお、いい魚、ヒレピンですね。ネット見て逃げてるんですよね。はい、よ、いった。ほら、ヒレピン、尻尾ヒレピンピンで。ふう、ジャンプ。ネット忘れました。よいしょ。朝一番は良かったんですが、昼食を食べた後まったりとしまして、夕方まで粘ったんですけども全然ダメです。解禁日ってこんなもんなんでしょうか。また、時期が良くなったらチャレンジしてみたいと思います。それではまた水辺でお会いしましょう。できればチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。